飛ぶ飛ばないってあるじゃん。飛ぶ飛ばない、うん、どうやったら飛ぶの？飛ぶ原理を知りたい。飛ぶ原理は、まあ、道具がどう動いてどういう力をそのクラブに伝えられるかが分かんないと、うん、その動きができないんだよね。変な話、グリップの一番先とヘッドの一番先でこう動きの差がこうやってついてた方が、要はここが支点になってた方が飛ぶわけよ、ボールはね。だけどこれが力が入ると手が力むからクラブがこうやって動くのよ。これは飛ばないのよ。そう、これこういう動きにならないと、俺ね頭は良くないからそういうことの名前は知らないのよ。そうだけど動きとして今言ってるけど、クラブがこういう動きになるのが一番飛距離が出るわけよ。その理由は、要はここの動く範囲がやっぱ一番でかい方が飛距離は出るから。でここがこうやって動いてたら、こうやって動いてるのと一緒なのよ。同じ距離動いてるから、ってことはシャフトがしなんないのよ。だから飛距離が出ないのよ。要はボールを弾けないから。そうだから、これがこうなって手元が止まるからシャフトがこうやって逆しなりして飛距離が出るわけよ。それがずっとこうやってたらヘッドが前出ないから飛ばないのよ。要はこうやってできないから、ヘッドのスピード、ボールにぶつかるスピードが速ければ速いほど飛ぶってこと、飛ぶ。そうで今クラブが軽くなってきてよりスピードが出ます。スピードが出るとスピン量が一般的に増えるわけよ。だからロースピンのヘッドが増えてきてるのよ。かかると飛ばなくなって、そう吹き上がっちゃうの、こうやって前に行かないから。そうだからロースピンヘッドが増えてきて、うん、より高打ち出し角ロースピンで、うん、こうドーンと前に行かせてんのよ。要はアイアンでいうフライヤーを打たせてんのよ。だから難しいの今のドライバーって。その難しいのは何だろう。要はスピンが入らないってことはフェースに乗ってる時間が短いのよ、うん、フェースに乗ってる時間が短いってことはコントロールがしづらいの。コントロールがしづらいってことは右にスライドするわけよ。要はスリップするのよ。でスライスが出やすいの。そう、そういうのが全部含まってドライバーは今のヘッドっていうのはすごい難易度が高い。それをシャフトの柔らかさでカバーしてるメーカーも多いんだけど、柔らかいシャフト使わないでしょ。ギク嫌でしょね。そこ、そういうこと。そう、飛ばしたいから長いシャフト使うでしょ、うん、極端な風に考えられると余計物事分かりやすいんだけど、例えば50インチぐらいのクラブをこうやって振ってバチンって間に合わせるのと、めっちゃ短いクラブをパンって間に合わせるの、どっちが楽なのって話じゃない、うん、そう答え決まってくるでしょ。でも飛ばしたいから長いの使うでしょ。肉飛ばし飛ばしって言ってるじゃない、うん、俺250ヤード平均ヒッターぐらいなの。俺が270ヤード飛ばしたら飛ばしなのよ、うん、でも頭の中で300っていう数字だけが飛ばしって思ってる方が多いのよ。でも結局松山くんとか亮くんとか300って飛ばしじゃないのよ。許容範囲内だから。普通なの。そうだ、あの人たちの飛ばしって要は350とか、200ヤードヒッターが210ヤード飛ばしなのよ。それをまず分かんないと飛ばしを語っちゃいけないわけよ。300が飛ばしなんでしょ。じゃあ違うのよ。だから女性じゃあ飛ばしは飛ばし一生飛ばせないのって話になっちゃうでしょ。そうだね、女性が180ヤードヒッターだったら200ヤードになった時点で超飛ばしなのよ。だから飛ばしの理論を入れて飛ばしたんだったら20ヤードアップしましたで話は終わるわけよ。それを理解しなきゃいけないの。じゃないと無限になっちゃうもんね。そうだったらじゃあね、ちっちゃい子がね300ヤード飛ばさないと飛ばしじゃないのかって言ったら違うじゃない。必ず今日のコンペなんかでも聞かれたけど、飛ばすんですかって言われて300いくんですか、だから なんで300が基準なのかなっていいんだけど、飛ばないからいいんだけど、その辺がねなんか、まあ、決めつけというかそういうのがもしかしたらあって、それに戦ってんのかなっていう気もする。僕が270飛ばすのも飛ばし、だからそれに対してじゃあ250ヤード平均から一発270ヤードを飛ばすのに何をするかってことなのよ。普通のスイングがこれが250ヤードでしたって言ったら、じゃあ270ヤード飛ばすとき何やんのって言ったら、やっぱり手元を止めてガンってこうやってヘッドを出さないと20ヤードプラスできないわけよ。ヘッドスピードを上げないといけない。そう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 、ね、でヘッドスピードが上がったらヘッドスピードを上げてるだけじゃ左行くから、だから体の回転スピードも上げるわけよ。そうで
ヘッドスピードと体の回転を上げたらバランスが崩れるじゃない、うん、だから下をがっちりさせないと結局全てがうまくいかないのよ。だからじゃあプラス20ヤード飛ばしてってパンって飛ばせるわけではないとこがそこなの。だから飛ばしが難しい。そう、それは理解しないと飛ばせないんだよね。クラブの話もこうやって構えて手元が止まってたらクラブ動かしてたら絶対こうやって動かすでしょ。そうだ、ね、これができなきゃったら飛ばせない。これがこうやって大きく動いてたらやっぱり、ね、飛ばしづらいんだよね。よっぽど体の体幹が強くないと。クラブをどう動かすかで、シャフトをどう使うかっていうのがめちゃくちゃ大事。その動きも完璧、クラブも完璧に動いてる。スペック合ってなかったら飛ばせない。例えばそれ飛ばしに行ってヘッドスピードがもう頑張って頑張って48とか50になりましたって言って今まで使ってた 10.5 の R だったらもう飛ばないから。そう、それに合ったスペックを入れなかったら飛ばせないの。ボールもそうだしね、そのヘッドスピードに合ったボールを選ばなきゃいけないし、整ってないとダメなんだよ、全てが。条件がさ、あとはその1個思うのは体の大きさって関係あるの？体の大きさ関係ある。りょうくんどっきりなの？りょうくんは174、5センチじゃないかな。ないんだ。そう、ただ筋肉質だよね。あ、筋肉もやっぱ頑張ってくる、ね、やっぱ筋肉も必要。そのクラブを制御する方ね、使う方は別に非力でも使えるから、ただパワーがこうなくなるから筋力をつけてちゃんとスピードとこうクラブのこう使い方っていうか動きをこうマッチングさせて打てないと飛ばせないよね。じゃあヘッドスピードだけ上げようとしたら上げられるんだ、筋肉。そのなかったらあれだけ上げられる、上げられる、上げられる。あ、そうなの。そう、そっから例えば前もあったけどこうやってやって、これ今クラブ俺自分から動かさないよ、体重移動だけでクラブ動かすね。だんだんこうやって触れてくるでしょ、うん、これをインパクトでうまく使う。それが体重をボールに乗せること。だそれが例えばこうやってなった方が走る人か、うん、こっちに行った方が走る人かにもよるわけよ、クラブの使い方ね。要はこうやって打つのか、うん、こうやって打つのか、うん、そう。だからそれも自分の体とマッチングしてないと無理だから、こう反発するのか一緒に行くのか、筋肉も必要。もちろん身長があるとスイングアークが大きくなるから、うん、やっぱそっちの方が飛ばせる可能性も高いしね、うんうん、何か一つ欠けててもダメなんだよね。ある程度平均が取れてればもちろんそれなりに飛ばせるんだけど、うん、何か一つ出てたり何か一つ足りなかったりするとやっぱちょっと厳しいよね。バランスなんだ。バランス80点80点80点10点80点だったら50 50 50 50 50の方が全然いいと思う。飛ぶバランスがいいから。本当にこうって踏み込みのタイミングだったりクラブの引き付けながらパンってヘッドを出すタイミング、うんうん、それも背が160センチぐらいしかなくても、うん、飛ばせる人は飛ばせるかも。全然飛ばせる。そういう人いた？ジェイミー・サドロウスキーね。あ、いるんだ。めっちゃ小柄で細いけど、うんうん、380ぐらいいくんじゃない？え、多分今動画検索してる方もいると思うけど、ジェイミー・サドロウスキーっていうね、ドラゴン選手なのよ。そうなんだ、うん、あ、クラブ見えないから。あ、そんな速いの？はい、やっべ、はい、名前覚えづらいんでもう一回言うけど、うん、ジェイミー・サドロウスキーかな。大丈夫、出すから。出すその選手は、選手っていうか、まあ、ドラゴン選手だよね。は身長もね、確かにそんな高くなかったと思うんだよね。で細いし、俺と同じか俺より細いぐらい、うん、だけどスピード半端じゃないから。やっぱスピードなんだじゃん。あとはその制御できてっていう、あのバランスが整えば、うん、体の大きさじゃなくて、うん、飛ぶんだ。そう、でも変な話、うん、体重50キロあればウェイト乗るから。あ、そう。そう、全然平気。変な話ね、女子プロだってさ、うん、それぐらいの体重の方いっぱいいるじゃない、うん、それでも200、30、40飛ぶ方もいるし、俺この間あの日本女子学生勝ったこともあったんだけど、うん、めっちゃ飛ぶからね。ちっちゃいの。何センチだろう、160前後だと思うんだけど、240、まあ、当たって50ぐらいいくのかな、うん、そんぐらい飛んでた。あ、すっげえなと思った。で男子並みに球高いしね。あれは絶対武器。めっちゃ武器。やっぱりハイボールって武器だからね、うん、そう、あれはすげえなと思ったね。
やろうと思ってなかなかできるもんじゃないし、まだ19歳だ、すっげえなと思って、自分のことを知ってるよね、使い方だったり、こういうスイングをした方が楽だしうまくいくとか、そういうのをすごく知ってるよ、やりたいことをただやってるわけじゃないから、その辺がやっぱ強いなと思うけど、単純にヘッドスピードだから、体重乗せなくてさ、上半身限界で振ってさ、あれであの150のグリーン超えてるわけよ、7番アイアンでさ、だから飛距離変わんないわけよ。そうだね、そんなもんよ。これ以上言うとあれだ、ダメだ、ダメとにかく走らせるよね、ヘッドをねそう、でもそう、俺もすごい気持ちわかるんだけど、そういうミス打つから、うん、やっぱりヘッド走らせようとするとやっぱクラブ持ってるの手だから、うん、先に手を走らせたくなっちゃうのよ。なっちゃうよね。そう、それを我慢して、そう、止める意識、ここは加速させないで、加速させないからクラブ行かないと思ったんだけど、リストターンで前出しちゃうみたいなそう、そんなイメージを持つと、ここでブチンとできる。そう、それはめっちゃ大事。体の使い方どうだとか、ダーベットどうだって今までも言ってきたけど、うん、結果論。あ、そうだよね、じゃなくて、とにかくヘッドを早く動かしなさいよ、うん、って。そう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 、飛ぶよったら、そう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 、その原理を知りたかった。あ、なるほどね。そう、飛ばしの原理をね。で、体大きい小さいとかってあるけど、小さくても飛ばせるのかなとか、うん、とにかくヘッドを早く振るってことよね。あ、うん、で、じゃあどうやったら早く振れるで、あ、それいい、すごくいい質問。俺コースとかでよく目にするんだけど、そもそも振ってませんよねって、どんだけ振ってるんですかって。もうバランス崩れるが10だとしたら、多分僕今見た感じ6ぐらいにしか見えないですよと。そういう方が多いで、そういう方が飛ばしたいって言ってる方も多い。そう、だからそれじゃ飛ばないの。だって飛ばす人ってどんだけ振ってるのって言ったら、相当振ってるからね。だから本当スイングで、本当飛ばしに行った時にこれぐらいじゃあ飛ばしたいんだったら、どれぐらい飛ばしたいかを体で表現したらって言ったら、今のは7番で160ヤード打つとしたら180ぐらい行ってくれっていう感じで振ってるわけよ。で、要は7番ヤードプラス20ヤードだ、それぐらいの自分の体のアクションがないと飛距離って伸びないから。そうだ、それをドライバーでやるの。じゃないと今のスイングを変えないで飛距離が伸びるって言ったら、クラブしかないから、振ってないんだったら振ってあげることをやってあげた方がいい。そうすると今よりもヘッドスピードが、例えばデータ化できるんだったら、測ってちょっと上がったのかどうか、上がってないんだったら要は振ってないじゃん。それか使い方がこうなってるかのどっちかでしょ。 それを変えなきゃダメ。そう、前もね、ちょっと飛ばしの動画かなんかでちょっと言ったけど、飛ばなかった人が飛ぶようになった人に聞いた方がいい。周りにそういう人がいれば。なるほど。飛ぶ人に聞いたって飛ばしてんだから、最初から普通に使ってるだけですよっていう答えも来るかもしれないし、うん、すごい飛距離の伸びた人、とにかくそういう方に周りの人いれば聞いた方がいいね。そう、とにかくシャフトがブチンってこうやってしなって、クラブヘッドがうまく走って、うん、でボールのインパクトのタイミングがあるでしょ、うん、そこにこうガンっていう少しのキレ加えてあげると、それが全部タイミングが合うとバッコーンって飛ぶ。それが合ってくると全然違うけどね。僕も飛ばしてます、一応頑張って200、780ぐらいどうかなって、うん、でもね、やっぱ難しいよね。それよりもやっぱり自分の平均飛距離でもいいから、やっぱりヘアウェイのあそこってに打ちたいっていう気持ちの方がやっぱ勝つ。こんだけラウンドしてきてもそっちの方がやっぱ勝つってことは、やっぱ自分の中では必要ないわけじゃないけど、重要視してない飛ばしに、うん、それよりも何ヤード刻みで横に打ち分けられる方が大事だなと思う。まあ、今回はですね、その登録が飛ばしの原理を知りたいということで、クラブの使い方だったり、そのまあメカニズムまで大きなこと言えないですけど、まあ、そういう飛ばしについてのことをちょっと話させていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。